皆様こんにちは、井戸キングコングです。今日はパンケーキいきます。はい、はい、で、リクエストは、筒のパンケーキね。はい、幸せのパンケーキで、あれはもう筒でもう、ね、なかなか大変なんで、今日2種類やりましょう。まず簡単にできるものからやって、その後幸せのパンケーキ系のやついきましょう。材料は同じでできますと。はい、材料紹介してください。牛乳 30g、はい、白身 80g、はい、黄身 40g、砂糖 30g、はいはい、薄力粉 18g、はい、でここにベーキングパウダーね。ベーキングパウダーは 1g、はい、1g じゃ入れましょう。はい、お菓子はね、ちょっと面倒ですがね、しっかり測りましょう。そこに入れる。そうね、粉合わせしちゃいましょう。はい、ちょうど 1g、 あ、いいですよ、全然大丈夫です。はい、材料これだけです。はい、はい、じゃあいきますか。はい、簡単にね、いきましょうよ。じゃあまずメレンゲ作ります。はい、はい、メレンゲの材料といえば、粉からメレンゲの材料、これと、はい、これ素晴らしい。はい、じゃあこれドキドキいきますね。はい、はい、じゃあまず卵白、これで見える通りいきますか。はい、卵白、はい、はい、お砂糖も入れちゃってください。はい、お砂糖、はい、はいはいはい、じゃあ今日はバーミックスでいきますか。はい、はい、どうぞ。もうね、ありがきますね、もうこれは。はいはい、やばいね。もうさ、高かったけど、だいぶ飛んだよね。ちょっとこうしとくわ。はいはい、やっぱり飛んでるんだよ。いいよ、テストにしようぜ。なんかさ、やっぱり飛んでるやん。飛んでたんだよ。深いやつがいるな、もちろんな。待って、パンパンで飛んでる。え、これ全部飛んでたってことやんな。いいでしょ。やって。ほら。ほんまや。ね、はい。トントントンです。はい。じゃあちょっと一回片付けますか。はい。はい、じゃあ卵と牛乳入れてください。牛乳。はい。卵。はい。で、粉入れるときにね。うん。はい、これで。ダマを取りたいから、こしながら粉入れます。はい、はい、じゃあこれで置いて、粉入れてトントンしてください。まあ、混ぜたい。いいよ、トントンもしていいよ。トントンしてから最後粉、それ落とせばいい。うん、トン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 。だからさ、いい子、いい子、いい子。これはこれはちょっとちゃうな、思ってたんと。もういいよ、もういいよ、もういいよ、もうね、分かった意味ないよね、これ。はい、これがね、もうこれ測って意味ないでしょ、これ。これがいいんですよ。いいね。でもね、これが現実ですよ。そんなね、うまくいかないですか。みんな粉なの。みんなはね、きちっとあったやつ使うんじゃないですか。ええねえね、そんな。はい、じゃあまた掃除します。はい、何今の指。はい、はい、はい、掃除。じゃあ混ぜましょう。はい、おー、いいよ、めっちゃ順調。ちょっとね、ここから取り戻しぎだね。うん、うん、いけそう、いけそう。いいですね。はい、じゃあそのままつけといて、泡を3分の1ぐらい入れますか。スピードショップです。もっと、もっといいよ、何回か入れたら、うん、もうちょっとだけ入れたら。で、よく混ぜ
これで、うん、最初はね潰れていいです。そうそうそう、 うわめっちゃいい色。いい色ね。はい、でね次はねこれ潰したくないので、これをこっちに入れてさっくりゴムベラで混ぜます。入れます。はい、いい感じいい感じ、仲良くなってきたね。うん、これはもう成功するよ。はい、じゃあこれちょっと真ん中でね、はい、そこでさっくり直してください。じゃああとはね肩に入れていこうか。はい、じゃあこれです今日。はい、スキレットね。そうです。はい、じゃあここにきつくでしょこのまま生地流したら、うん、だから溶かしバター、ニンニクみたいな、うん、溶かしバターを塗ります。はい、はい、全面塗ってください。結構、うん、全体にあのサイドも塗ってください。さらにここに薄力粉をちょっとまぶしたいんですよね。で、薄く、はい、薄くつけてください。全体に白いのがね、残らなくていいからね、全体にかけてたら OK。 うん、いいんじゃない。はい、OK です。ちょっと返して、じゃあそこに生地を流し込むと、これ汚いでしょ。だからトーンして。はい、いい感じ。じゃあ180度に今オーブン予熱してるので約20分焼きましょう。はい、気をつけてよ。バター乗せるよ。はい、はい、はい、全然かけるで。またやった。美味しそう。まあそう。いきまーす。濃いよ。こう溶かしながらでいいから、この辺をズバッといったら。うわ。うまっ。うまい。え、やば。うまい。あ、ふわふわですね。え、溶ける。溶ける。まあ、合うよ。ゼロ。ゼロ。そう。本当に。めっちゃうまい。めっちゃうまい。過去一やわ。これはうまいわ。ねえ、じゃあまだこう溶かしたほうがいいんちゃう。やば、天才やん。ねえ、見て、これ、こっち側見て、ほら、こんな感じ。めちゃくちゃカスタムみたいじゃない。わあ、めっちゃ上手にできましたな。すごい、さすがやったね。はい、これね、手ちぎった感じも、ほら、ほら見て、カスタムみたいじゃない。うん、これはね、ちょっとね、家汚れるけどね、楽しかった。やる価値ある？価値ある。ほら、持ってていくよ。次は、あの、言ってたさ、幸せなパンケーキ。筒に、同じ材料です。あ、
ツしためのね、分厚い。そう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 、まだ見た目が変わるやつね、ちっちゃいね。そうそうそう、それをね、いきましょう。はい、じゃあこれで蓋して10分後、それいいな。うん。うん、いい。たた。た。うん。何個か反対向けるのもいいけどな。こうやってな。そう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 。あ、かわいい。いいですね。あ、いいやん。そこ戻せよ。あったら。うん。うん。はい、ということでパンケーキどうでしたか。美味しかった。美味しかったね。うん、なんかカステラみたいだったね。確かにこの筒バージョンもいいけど、うん、手軽さで言えばあの最初にやったね、うん、あのスキレットでパンケーキがいいよくない。でも筒のやつ結構感動したけど、ね、感動した、うん、あーなるほどなるほど、感動させたよな、あっち、うん、シュワやな。確かに普段食べなら最初のバージョン、うん、でもあれはね、あちょっとひと手前けど、うん、普通のパンケーキよりは美味しい。確かに家でこれ食べれたらでも幸せじゃない。もう家でやんでいい。お家カフェできるね、うんうん、レシピは概要欄に載せておきます。今日の動画が参考になりましたらぜひチャンネル登録と高評価通知ボタンのよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。イトキングオブでした。バイバイ。ぜひ家族で作ってくださいね。